おはようございます。やんちゃです。2024年9月11日水曜日の夜っすはい、よいしょ。タイマー15分、よいしょ。あれどうした。はい、タイマー15分、よし。はい、お願いします。いやー、なんかやっちゃったまた今やばいね、2時50分だってなんだこの時刻は。はあ、やっちゃったな。なんか夜11時ぐらいからコアキーパーやってて、したらなんか4時間経っちゃったどうしてなんかね、ちょっといい感じに進捗しちゃって、コアキーパーが。はあ、なんか末っ子がめちゃくちゃ進んでるんですよね。わしより後に始めたのに、なんかもうボスを3体倒して壁の外に行ったとかって言ってて、でそんなに早く行けるもんと思って、なんかわしが見落としてるだけかなと思って、もう一番最初にいた拠点の近くをなんかまだ探してないところ探すかって言ってボスとかを探してたら、なんかサクサクボスが見つかってなんか全然普通に倒せちゃって、あ、なんか いけるわって言って、なんか結局トントン拍子で3体ボスを倒して、でなんか3体ボスを倒すと新しい要素が解放されて、で、あ、なるほどね、この最初の3体のボスがチュートリアルみたいな感じなんだみたいな。だからね、すごい今いいとこなんすよなんなら明日丸1日コアキーパー休暇を取りたいぐらい今いいとこですね。はあ、ただまあそんなこと言ってる場合じゃないっていうか、うん、ね、ちゃんと寝て明日も仕事しないといけないんで、はい、これぐらいにしようかなと思って、あの屋上に上がってきましたいや、そもそもなんで今日朝撮ってないのっていう話なんですけど、なんか今日めちゃくちゃ暑くなかったですか？なんか今の時点でもまだめちゃくちゃ暑いんですけど、なんか熱帯夜っていうんですか、まあ熱帯夜はちょっと言い過ぎか、なんか27、8度あるんじゃないか今。割と暑いっすよ。まあ27、8度暑いというかどうかは諸説ありますけど、でもね、よいしょ、温度計、温度計、まあ温度計で見たら大したことないか、25.8度とか見えます？25.8度、まあ 25.6 度、まあこんなもんか。まあ過ごしやすいっちゃ過ごしやすいか、なんか蒸し暑いっすよね。はあ、なるほどね。まあ暑かないか、なんかちょっと熱帯夜全然言い過ぎだった普通に過ごしやすい、はい、過ごしやすいぐらいの気温ではあるものの、昼間35度とか36度とかありませんでした？で、なんかうわ、なんか暑そうって言って、とりあえず仕事するかって言って朝から仕事してたら、なんかちょっと仕事が仕事がいい感じに、なんかなんだろう、進捗していや、さっきのコアキーパーじゃないですけど、なんか調子が良くて、うおーって言ってやってたら昼過ぎになっちゃって、これはやばいな、出社しなきゃって言って、
出社して仕事してたら夜になっちゃって、まあ当たり前なんですけど、で夜ご飯食べて帰ってきて、したらもう9時半とかですよでもうあーって言って、なんだろうそのあーって言ってたらコアキーパーが始まって、おわーって言ってたらこんな時間になっちゃったんですよね。しょうがない。まあちょっと今撮影が終わって編集アップして、で寝て5、6時間ぐらいかな、寝て起きてもう一回アンチャクラブ撮って、で仕事してって感じかな明日は。いやーマジでやっちゃったな。はい、じゃあ次の話ですけどなんかな、はい、まあしょうがないですけどね、ちょっと今日暑すぎた、なんか朝はあ、あんまやんない方が良かった多分、うん、なんだろうね、37度あったっていう噂もあるんですけど、なんだろう、もう9月だよもうしかも9月も中旬に差し掛かってる。はあ、次の話ですけど、なんかやんちゃクラブのなんだっけな、プログラミング言語 Ruby のスラックコミュニティがあるんですよね、 RubyJP っていう、そこで教えてもらったのかな、そこで教えてもらったんだと思うんですけど、なんか新しいレンズが出るぞって言って、でまだ正式に発表されてないんですけど、ソニーから APS-C の純正レンズが出るぞと。珍しいんですよ、なんかフルサイズのレンズばっかり出してるから APS-C ってもうなくなっちゃうのかなって思ってたんですけど、そんなことはなくて新しいレンズが出るらしいんですよ。で何かっていうと 16mm300mm っていうなんかとんでもないやつ、しかもパワーズーム付き、超ヤバくないですか、まあ、もちろんAPS-C のレンズだし、ただ G レンズなのかなこれ、高そうっていうのは問題なんですけど、あと望遠端の何ですか F 値が8とか9とかって言ってた気がするから、結構ピーカンデリじゃないと使えないんじゃねっていうのはあるけど、だいたいズームを使うときに暗いとこで撮らんから、まあ何も問題なさそうっていうのはあるんですけど、 300mm のしかもパワーズーム付きですよ。で例えばまあこの今撮ってるこの FX30 だと、そのレンズの倍率っていうか、あの何ですか、レンズの焦点距離、レンズの焦点距離に 1.5 倍できるデジタルズームがついてるんですよね。デジタルズームって言ってもなんだっけな、確かなんかあれなんですよね、センサーがあのもともと 1.5 倍の解像度を持っているので 1.5 倍に なんて言うんですかね、クロップするってこと、クロップするおん普段はオーバーサイズの、ピクセルの情報をいい感じになんか AI かなんかで処理して、より良い写真にするみたいな、より良い映像にするみたいな処理をしてるんだっけ、ちょっとよく分かってないんですけど、それをあのドットバイドットで出すようにすれば、なんかもうちょっとなんて言うんですかね、寄れるっていうもうちょっとさらに寄れるっていうことらしいんですけど、何言ってるか分かりますかね、うん、わしは分かってるよそう、つまりなんかロスのないデジタルズームっていう、まあなんか矛盾してるようで、なるほどね、話を聞いてみるとなるほどねっていうやつなんですけど、がついてるので、
その450ミリ、450ミリ焦点が使えるっぽいですね。 FX30 で使えばすごくないですか。しかもパワーズームで、そのデジタルズームがそのズームレバーを使って制御するんですけど、普通のレンズってパワーズームじゃないから、あのレンズのところのリングをグオーって回してレンズがグオーって伸びたり縮んだりして、で伸びた状態で望遠じゃないですか。その状態からさらにズームレバーを使って伸ばすみたいな感じで、その途中までは物理ズームなんだけど、その先がデジタルズームで、しかもそれの操作の仕方がそれぞれ違うから、なんか一番広角の状態から一番望遠のところまでデジタルズームを含めて移動するときに、どうしても途中でなんかうおーって伸ばした後一回止まってさらに伸ばすみたいな感じにしなきゃいけないところ、このレンズに最初からパワーズームっていうのがついてると、モーターかなんかを使ってそのズームレバーの操作を受け付けて物理的に伸びてくれると。しかも端まで行ったらそこから先はデジタルズーム、しかもそのズームする速度が物理とデジタルでシームレスになっているはずなので、さも450ミリあるかのように伸ばすことができるはずしかも16ミリからですからね、16ミリから450ミリまでシームレスに伸ばすことができるレバーで、これやばくないですかっていうのが出るらしいぞっていうリーク情報の記事かなんかを紹介してもらって、確かに出たら欲しいかもしれん、出たらわしは、うん、散歩に持っていきたい、うん、ね、鳥とか撮りたいあれどこだっけ、鳥の楽園って言ってたのどこだっけ、あのなんだっけな、晴海の方に確かありませんでしたっけ、ありましたよね、なんか湾岸道路沿いとかに鳥の楽園みたいなあった気がするんですけど、鳥の楽園とかね、あとはあの津田沼の南にあるなんだっけ、干潟とかもなんかめちゃくちゃ鳥いるじゃないですか。もしくはあれですよ、水元公園とか、なんか鳥をとにかく鳥を撮るのにいいんじゃないか、うん、みたいな。まあそれだけじゃないですけどね、なんかあの海とか行った時に遠くの船とかを撮ったりもできるじゃないですか。いや今まで届かなかったものっていうのを撮ることができるようになるから結構楽しいと思うんですよね。はい、ちょっとねそれ欲しい、出たら欲しいんですけど、 G レンズ、 G っていうなんかマークがついてるやつはちょっと高級なんですよね。どうだろうな、普通のわしが持ってるなんだっけ18200とかっていう 18mm200mm っていうやつは確か定価8万5000円とか9万円とかだったやつですけど、なんか運動会を撮影するために買ったんですけど、それ G じゃないやつだから、それ倍ぐらいするんですかね、もしかして16万ぐらいする、16万、ちょっと厳しいですよね。で多分普段使いはこれなんですよね、この 11mm のこの広角レンズ超いいので、あの普段 Vlog 撮るのに、だからなもうこれからは離れられないですよね普段使いは。そうするとズームレンズはどうしてもなんか遠出するときだけ使えますみたいになるから、まあ、最初はレンタルで使ってみて
これは所有しなければってなってから買っても遅くないような気がする。ただ結局ね、ズームレンズだから本当なんか手ブレ補正とかもバッチリ決まるような気がしていて、レンズ内に手ブレ補正とか入ってるのかどうかとかも気になりますけどね。はい、ちょっと楽しみなニュースだなって思いました。はい、そうだな。でも確かに初手発売日に買うぜっていう感じではなくて、レンタルで試したいっていうのはありますね。あとヨドバシに行くと、あの自分が持ってったボディに店頭に置いてあるレンズを挿して試し撮りとかしてもいいですよ。店員さんに声かけて、これちょっと挿してみていいですかっつって、なんでそれで、うおー確かになんかシームレスにズームが450までいくぜみたいなのを、その様子を実際触って試してみるとかはヨドバシの店頭でできるっぽい。多分発売日前とかに展示されたりするんじゃないかな。まあヨドバシじゃなくてもソニーストアとかに行ってもいいかもしれないですけどね。はあ、いやーなんか APS-C 打ち捨てられたかと思ったけど、いい感じのレンズが出るそうでありがとうございます。いや、わかんないですけど、リークだから嘘情報の可能性もあるから。はい、次ですが、なんかプレイステーション5プロが出るっていうニュースがなんか今日来てて、すごい話題になってましたけど、まあ私別に買うつもりはないんですけど、なんか12万ぐらいするらしくて、12万すごいなっていうか、うん、まあ、その代わり映像が凄まじくいいよっていう。でももともとプレステ5なんて 4K60 フレーム、4K120 フレーム一応対応してますみたいな話だったんじゃなかったんですかそれがなんか今度こそ 4K120 フレームいけますみたいな話っぽくて、じゃあ PS5 自体は何だったのみたいな、ちょっとよくわかりませんね。めちゃくちゃ映像が綺麗っていう以外になんか差別化されてない、まあ、もちろんストレージがデフォルトで2テラあるよとか、まあいろいろあるんでしょうけど、うん、どうなんでしょうね、うん、別にプレイステーション5プロじゃなくてもねいいよたぶんプレステ4プロも買ってないからな結局。うん、なんかコンテンツ、プレイステーション5プロ専用ソフトとかがあるわけじゃなさそうですからね、プレイステーション4プロの時のパターンなんだとすれば、うん、なのでまあはいスルーで。でもなんだっけ、グランセフトオート6がなんか 4K でできるのはプレイステーション5だけって言ってる人いたけど、5プロだけって言ってた気がするけど、そんなことあんの？そんなことはないと思うんですけど、なんかレイトレーシングとかいろいろな映像表現のオプションもりもりで動かすならっていうことなんじゃないかなとは思うんですけどね。多分普通に 4K60 フレームぐらいは出してくれるんじゃないですか、普通の PS5 でもね。まあ GTA 6をやるかどうかっていう、いつ出るんあれあれ本当に出るんですか、今年出ます、もしかして年末とかに。でもそれにしてはだとしたらもうそろそろ予約始まっててもいいですよね。来年末とかじゃないですか出るの、下手すと。まああと PC でやりたいんじゃないですかうん、わしでも結構グランセフトオート好きなんですよね。3、4、5全部やってる。1と2はやってないかな。1と2は 2D なんですよね。あのなんか平面の見下ろし視点のゲームで、まあ誰かがやってんのを見たことあるんですけど、自分でプレイしたことはほとんどない、うん、
車泥棒をするゲームなんですけど、なんかその辺を走ってる車を信号待ちかなんかで呼び止めて、ドアを勝手に開けて出ろとか言って出して、で奪って逃げるっていうで警察に追われるじゃないですか。でその盗まれた車の特徴で、その警察官が追ってくるわけですけど、一回巻いたら車工場に行って、そのならず者用の車工場に行って、あの車をあの塗り替えてもらう、赤い車にしてもらうとかすると車の特徴が変わるから、あの指名手配を逃れられるっていう、なんか面白いですよね5もまだそのシステムあったかどうかわかんないですけど、5はなんかどっちかっていうと、あの車泥棒はおまけみたいな感じで、あの銀行強盗がメインだった気がするあのいかに、ね、入念に準備をして銀行強盗をするかっていう、銀行強盗もするし、銀行にこっそり入って盗み出すとかもするし、うん、みたいな、はい、であまりにもこうなんか盗みの手際がいいので、さまざまなものの盗みの依頼が来てみたいな、ルパン三世みたいな、ルパン三世は銀行強盗しないかそんな、なんて言うんですか、テーマのない盗みはしないか、ルパン三世は、はあ、じゃないですけど、まあちょっとルパンっぽいですよね、うん、っていうのを考えると、 GTA6 がじゃあなんか今度はどういうテーマなのか、なんかを盗むんだろうとは思うんですけど、気になりますよね。いやなんか普通にキャンペーンモードのストーリーが良かったんだよな、 GTA5 は。なんか3人の主人公がいて、それぞれの話が別々にできるっていう感じなんですけど、確か、うん、はい、まあいいか次の話ですけど、なんか先週末なんか福岡で福岡ルビー会議04っていうのをやってたっぽいんですよね。で私も行こうかなって思ってたんですけど、なんかあんま余裕がなくて、お金とかお金とあとなんだろうな、なんか結構あの長男の受験関係の用事とかと被ってたんだよな確か、それで無理だったんですけど、振り返ってみると無理だったんですけど、行きゃよかったな、なんか調整すりゃ行けたかもなっていう、お金は後からどうにでもなるっちゃなる、わかんない、なんないと思うんだけど大丈夫かな、お金本当にないんだけどどうしたらいいかな本当にお金がないんだ福岡まあまあ旅費かかるじゃないですか。でまたなんか船で行くとかね、やってたらキリがないし、でも行くとしたら何で行くの、飛行機で行くのが一番安いですか、もしかして新幹線、こだまとか光で行くのが一番、こだまとか光で福岡まで通ってましたっけ、それすらよく分かってないですけど、遅い新幹線で行くのが一番安かったりする、分かんないですけど、なんか次福岡行くとしたらちょっとあんまお金かかんない方法で行くしかない、あんまお金かかんない方法、下道でバイクで行くしかないまあ、いやー何泊かかるんだろうな、本州を東京から何ですか、岡山とか山口とか通って福岡まで行くのにどんぐらいかかるんだろう、200キロずつしか走っちゃダメっていう縛りだと多分ですけど1000キロぐらいあんじゃないかな、
確か鳥取とか島根あたりが800キロで、そっから多分200キロぐらいかかるから、1000キロじゃない？ってことは 5ブロックあるから4泊5日とかですよね、片道ね。でいくらガソリン代がほぼかかんないとはいえ、200キロで、まあ、1000円ぐらいですよね。だから5000円ぐらい、片道5000円ぐらいですよ、ガソリン代。多分片道5000円ぐらいで行けはしますけど、道中4泊しなきゃいけないわけでしょ。で1泊4000円の限界宿で泊まったとしても1万6000円でしょ。ってことは2万、片道2万1000円で往復4万2000円でしょ。飛行機だったら早めに取れば1万5000円ぐらいで行けます。2万かかる、同じぐらいか同じぐらいなんだったら道中が楽しそうな方がいいよな。まあもちろん往復で10日間かかってしまうということは、まあ抜きとしてもね。あれちょっと待って、山口から福岡に行くのにフェリー乗らなきゃいけない。まあでもあそこのフェリー多分1時間ぐらいで2、3000円ですよね、多分ね。いやわかんないけど、多分そういうのあると思う。原付だったらなんか乗客込みで2、3000円、3、4000円かなとかで渡れたりするんだろうとは思ってんすけど、なんせ橋が渡れないんでね、原付2種は。まあそれにしたってな、1日200キロを5日連続でやるのは結構きついということがこの間の沖縄の時に分かったんで、やっぱね200は限度なんで、本当に200カツカツで走るのはちょっと良くない、ちょっと厳しい、っていう感じなので、そうですね、ちょっと無理かもね。やっぱあれかな、大型バイクでも、大型バイクでその高速道路使ったとて、高速道路で福岡まで行ったら結構かかりますよね。ちょっと待って、高速道路バイク東京福岡、高速道路で行ったらいくらかかるんじゃ。なんかツーリング割みたいなやつあるんですよね、半額になるみたいなやつ。まあまず大型バイクを買わなきゃいけないんですよね。高速道路だと12時間で 18,960円だって。はいでさらにガソリン代かかるわけでしょ。1000キロね、リッター20キロだとして55リットル、55リットルで1リットル150円だとして8000円ぐらいってことは2万6000円ぐらい。まあやっぱり飛行機の方、飛行機安いね空港までの交通費も全部込み込みでも、そうですね、一番安いかもね。まあ本当に一番安いのは深夜夜行バスなんでしょうけど、いや実は夜行バスって乗ったことなくて、そういう意味では一回やってみてもいい気がするんですけど、多分東京駅とか新宿駅から出てますよね、福岡夜行バスとか。ちょっと調べてみるか。やったことないし、一回やってみても、東京福岡、なんか別にわしドミトリーとかに宿泊できていることを考えると、まあ、ちょっと横になれる夜行バスとかだったらなんか別に行けんじゃねっていう気がしますよね。いくらぐらいなんだろう。なんか3列になってるやつ、いくらだ。
おえ、大人片道1万8000円から2万5000円。うえ、結構する。これがプレミアムシートか。ビジネスシートだと9000円から2万円だって。まあまあしますね。このダイナミックプライシングっていうのはおそらく混んでる時は高いみたいなやつ。その安ければ9000円。ほえー、これはいいですね。9000円で行ける時になんか行きたいですね。なんならね。でも所要時間15時間か。15時間か。あ、でもプレミアムシートは個室なんだ。すご。個室いいね。でも別にビジネスシートも3列になってて誰とも隣り合ってないみたいな感じだから、まあしかも倒せるだろうから悪くはないですよね。新宿からなんだ。8000円はいいなみたいなやつがあるじゃないですか。いやー、そういうのやってみたい気がする。まあそういうので行けばよかったなっていう、なんか何を置いてもとにかく夜行バスで馳せさんじればよかったなっていう気がしてました。はいね、もう過ぎたことですけど、はあ、次また何ですか。05ですか。05をやるときはちょっとこの行かなかった後悔みたいなやつを思い出したいと思います、その時は。で、今週始まって、だからその福岡ルビー会議が、まあ、先週末だったとすれば、今週の頭、平日月火水、まあ、つまり今日までの3日間で、あのサルショー合宿みたいなやつが開催されてて、何かっていうと、私があの応援しているなんちゃらアイドルっていう、まあ、地下アイドルがいるんですけど、なんちゃらアイドルが主催してるわけでもないのかな、共催かな、まあ、いろんな演者の人と共催でやってる、毎年やってるんですよね。2020年からやってるから21、2、3、4、だからもう5回目ぐらいですか。で、私2020の時に行ったことがあるんですけど、群馬にあるサルショーっていう、もともと小学校だった建物を廃校になっちゃったから、そのホテルっていうか合宿所ですかね、合宿所にリフォームして貸してるところがあるんですよ、サルショーっていうところが。サルガ教っていうところかな。サルガ教が何市なのか分かんないけど、何郡とかかな、下手するとかなりの山奥なんですけど、そこに2泊3日で泊まるっていう、みんなで学校にねっていう面白い企画があって、私初回だけ行ったことがあって、でなんかその後なんだかんだで行けないでいるんですけど、なんかまた行きたいなと思っていたところ、なんか今日までの3日間、なんか楽しそうな様子がツイッター現 X で流れてきて、いやー行けばよかったみたいな。なんかね、人が面白そうなことをしてると羨ましく思うっていうのは、まあそういう気持ちがなくなっちゃうのは怖いですけどね。ただあまり羨ましがりすぎるのもどうかっていうのもあるんで、ほどほどにしておきたいんですけど、うん、いやいいな、行けばよかったなみたいな、行けばよかったなみたいなことばっかりだなっていう、うん、とはいえな、ちょっと沖縄で3週間も旅に出てたからね、ちょっと今旅に出る体力をちょっと一回充填しないと無理なんじゃねっていう気がしていて、なかなか厳しいですよ、うん、はあ、なんでまあ羨ましいんで、まあ、来年もサルショーあると思うんで、来年のサルショーは行こっかなって思いました。はい、というのもね、いつまであるか分かんないですからね、サルショーも。サルショーっていう箱自体がそう、いつまであるか分かんないし、サルショーでやる企画が毎年あるとも限らないですからね。
来年どうなってるか分かりませんし、はあ、はい、みたいなことを思った日でした。ちょっとやばいな、結構話したな。はい、じゃあバイバイ。